お前には俺は勝つか。貴様、太郎、もしお前は天皇陛下の代役を忘れたら日本へ帰ってくれ。我々クキケの顔を屈させぬの。ジロー、ジロー、たかが一冊の本じゃねえか。何が心配なんだ。この九鬼太郎がいる。一本は離れん。誰も取れねえな。 你一息还给我饿死！不就是一本破书吗？ 这本书包含了中国人的智慧，隐藏着巨大的宝藏。只有深谙中国文化的佐藤将军，才能参透玄机。中国有5000年的文明，但我大日本帝国在经济、科技、医疗上突飞猛进，远远超越了中国。我们远征支那构建大东亚共荣圈所得来的财富， あいつを見守ってくれ。太郎ちゃん、箱の中のもの。はい。お前ら行け。はい。お前は残る。はい。そこの君、 中国人的东西，你们不能拿走。しなぶため、その腕があるかないか試させてもらおう。
案ずるな。品豚を殺してやっただけだ。住手！再开枪我就烧了他！シナブタ！
闭上你的臭嘴，就算死也要烂一道垫背。酒鬼次郎，你哥哥现在在我们手里，如果你再滥杀无辜，我就让他跟着陪葬。你们竟敢威胁我！叫你的人把枪放下，否则我现在就杀了他。作为我大日本帝国的武士，会受你们这帮东亚兵俘的要挟？我更不相信你敢开枪。 東洋仁兄参成心在中国犯下滔天罪行，说不好他会弃居保帅，想办法离开这里。方师傅说的对。哼。佐佐将军を渡す。しくじったら腹を切る。俺の兄貴も立派な業績を上げる。俺はそう望んでいる。失望を出せないでくれ。頼むぞ。 様に忠誠を尽くします。 太郎、君のことは条文に達する。君は我々国の護衛となる。ねえ、俺を犠牲する気か。快逃走。<笑><笑>